じゃじゃじゃ人の大きさすぎる。化け物かもしれない。じゃじゃじゃ、なんか綺麗な結果。あれは超かっこいいね。はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、こちらですね。はい、ドンとね。はい、るろうに剣心から斎藤はじめ。こちらですね、GEM シリーズですね。はい、こちらをね開封していきたいと思います。ちょうどねこのね斎藤はじめのね必殺技ガトツの構えのポーズのやつです。いや結構ねるろうに剣心大好きなんですよね。このね悪即残、悪は即刻切るっていうね、もうすごいよね。まあ、一番好きなのはるろうに剣心の中でもね獅子王誠が一番好きなんですけどね、2番目に斎藤はじめ、そうだね、で剣心っていう具合かな。いやこのガトツがねすごくかっこいいんだよね。もう真似しちゃいたいぐらいすごい強いんだよね斎藤はじめも。いやこれはいい、ということでね、こちらをね、開封していきたいと思います。ではね、恒例の、こちらで開封しましょう。いくぞ。シャリンガン。はい、ということでね、開封し終わりました。こちらですね。はい、いやーほんとこのガードツ、いやーいいね。まあ分割パーツはね、サヤと刀ですね、あとダイザーが、分割になってますね。今ちょっとね自分の携帯が鳴りましたけどね。いやいいわ。いやかっこいいわ斎藤はじめ。かっこいい、超かっこいいわ。でね、あと何がかっこいいってね、台座がかっこいいね。ちょっと三日月型で、はじめ斎藤と書いてあって、ザンって書いてあってね、超かっこいいこの台座が。いやこれよく作られてるよね。ちょっとこれをね、はめてみましょう実際ね。GEM シリーズ、あと獅子王誠と、剣心がね、ラインナップされているんで、その2つもね近いうちに変えたいと思いますけれどもね、一応ね一番欲しいの獅子王誠が一番欲しいんですけどね。いやでもこの斎藤はじめもめっちゃかっこいいな。いやいいわこれ。うわいいねいいね。いやでもねるろうに剣心のね作者さんがね、
してしちゃったんですよね。まあ、まさかねが好きとは思いませんでしたね。まあでもね、まあしょうがないね。まあ、まさかね連載ね再開してたとはちょっと自分知らなかったんですけどね。いやー本当残念ですね。いやー当分再開はしないでしょうね。まあ本当に、いやでもねこれでファンが離れちょっとは離れちゃうかもしれないけど、自分はそこまで気にしませんね。はい、まあ、作品は作品なんでね、ということで、今回はね、以上になりますね。GM シリーズから、ルローニケンシン斎藤はじめ、こちらをね、開封しました。またね、剣心シリーズ、あと獅子王誠とあと剣心、この2体をね、買い揃えたいと思います。その都度ね、動画としてアップしていきますんで、チャンネル登録ね、してお待ちいただければと思います。ではね本日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。